地元の食材などを使って G7 広島サミットを盛り上げる取り組みも相次いでいます。餃子に弁当、どれもアイディア満載のメニューです。ふと G7 の G は餃子の G だっていうことにこう降ってきてですね、まあ、これはやるしかないというところで、サミットに参加する7カ国のイメージや食材をもとに考案された G7 餃子。世界各国に小麦粉の皮に食材を包んで食べる文化があることから、羊フード&が開発しました。気になるそのお味は。あ、ジューシーで肉汁が食べた瞬間じゅわっと溢れますね。バイデン大統領も喜びますね。アメリカ産の牛肉を使った餃子はビールやハイボールにも相性抜群です。フランスは中に混ぜ込まれたバルサミコ酢と鴨肉が絶妙なハーモニーを奏で、赤ワインにも合う味付けになっています。こんな変わり種も。口の中にメープルシロップの甘い香りが広がります。これおやつですね。カナダはクリームチーズとメープルシロップを包んだデザート餃子となっています。その他にも豚肉やキャベツなど県産の食品にこだわった日本、トマトソースとチーズを使ったイタリアなど、各国の個性豊かな餃子が揃っています。どれもかなり美味しく出来上がったんで、はい、最高です。 G7 餃子を通じてもっともっと広島の街が活性化していくというか、この G7 に向けての機運も高まっていけばと思いますし、サミットに向けて開発された新商品は駅弁にもあります。中は9つのマスに分かれており、穴子飯やカキフライなど広島を代表する食が詰まっています。県内の特産品などえりすぐりの美味しいものを集めた広島よりどり弁当、安芸高田市の広島熟成鶏の照り焼きや、神石高原町の生芋から作ったこんにゃく煮のほか、高級食材である広島和牛を使ったそぼろ飯まで楽しめます。そぼろがとってもジューシーで、お肉の旨味がしっかりと感じられます。広島のいいところを最大限詰めたいな、広島の食文化っていうものを多くの方が来られるこの機会にですね、いろいろと発信していきたい。